塵がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ないぞ。なんだこの霧。ここはダメだ。引き返せ。長居するな。死んじまうぞ。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。無理だな。やばい、戻らなきゃ。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥居から霧が出ていたのかみたいだな。お前が浄化できるとは思わなかったよ。
社か。使えそうだ。妙なものはあるな。ここはもういい。目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ？エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置、
いつ。余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。何？今はいい。先を急げ。
何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。形状があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな。お引き出し、お預け入れはもちろん、各種お振り込み、宝くじのご購入など、いつでも気軽にご利用ください。珍しいものが売ってるな。あ、エンジンがある。好きなんだよな、こういうの。意外と買っちゃうんだよな。キュウリだけ持っていてもな。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。不気味な木だな。生きてるみたいだ。そこの2階だ。なんだろこれ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。
秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。これってあんたの本？うん。ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。気に入ったか？持っていけ。こんなものどこで？職業柄、まあ、いろいろつてがあってな。あんた、何者なんだよ。国の番犬かつ、はぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったというべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。
消された人間は5万か10万、いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって…武器も調達できたし、そろそろ行こうか。結界だと？マンションごと押し潰す気か？結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ。ここはもう大丈夫だ。数分だ。急げ。まださっきの石があるはずだ。探すぞ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。なんだ。近いぞ。周囲をよく探せ。こいつが本体ではないぞ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。
よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる？違う。いたのか？お前も見えるのか？よし、俺の言う通りにやってみろ。これは？さっきのはこいつの仕業か。追うぞ。そっちじゃねえ。あの思念を追いかけるんじゃねえのか？慌てずに食べな。お前犬好きなのか？特別好きってわけじゃないけど、人並みには好きかもね。近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。山で売ってるのかよ。お前を迷わせるくだらない雑音にはひとつまみの塩を振りかける。戦って戦って。無駄遣いするなよ。分かってるよ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。あれに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。
先に進もうぜ。どこ行くんだ。そっちじゃない、戻れ。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。痕跡が消えてる。
俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。でよし、頼むぜお地蔵さん。やばい、戻らなきゃ。あんなところに鳥が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。でまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。
浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。
慌てずに食べな。信心深いな。こういう時だからね。いいぞ、順調だ。ばあさん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子は見たものに富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの家主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえたの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持っていってください。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。どこの間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。座敷わらし。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。子供を泣かせる奴にろくなのはいねえよ。開かねえな。鍵を探すか。
どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。仏壇か。力を使え。姿が見えるようになるはずだ。まさか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。朝に合わせてやるよ。見てみろ、床の間がある。うん、この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。するなよ。近寄るな、盗っ人が。座敷わらしは誰にも渡さん。盗っ人竹だけシートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、座敷わらし。クソ野郎が、死んでまで金に執着しやがって。こんな奴は印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。ありがとう。やっぱ幸運はなしかよ。はい、ばあさん、やってくれたな。この子を泣かせんと不幸になるぞ。これじゃヤヌスのじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。
けられる。結晶が多いな。水の流れが止まるとそこにはあまたの情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。そうだな、この辺りだと。Come on.
よし、悪くない。偉そうに。車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。大丈夫だよ。敵の中に長居するな。死んじまうぞ。探してくれ。どうして？推定からに決まってるだろ。絶対に嫌だよ。
らはいつだって乾いている。バカコーラ。終わったか。さっさと行くぞ。銭湯か。水がある場所には違いない。中を調べるぞ。食べ。慌てずに食べな。ちょっと元気になったかな。腹が減ってたんだろうな。銭湯といえばコーヒー牛乳だけど、そんな風情はねえな。こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。嫌な気配がする。汚れがよどんで空間を歪めているのか。何ここ、これも汚れのせい。まだいけるぞ。
無事に戻れたな。これであの淀みも消えただろう。町が元に戻ったら銭湯も再開するかな。どうだな、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。物事や状況は常に変わってくってことだ。ありがとう。一安心ってとこだな。荒れ人の気配がする。予定と違うじゃないか。停止して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。なるべく安くしてくれよ。
駄遣いするなよ。分かってるよ。おいおい、ただで働く気はないぜ。猫に報酬ねだるの？
強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所もわかるはずだ。近くに何かあるな。何か、いわゆるパワースポットってやつだ。あ、なんだ。多めに払ったんだ。頼むぜ。その分効果あったかも。さあ使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。